今のところなんですけど、多分ダドディ、こういう感じで吹いてると思うんですが、ここは、ドミナントが出た方がいいと思うので、例えばとかダドディレだったなど、なんかこうドミナントが聞こえる、サックスのアルタで言うとミのフラットの音からレンの音に行くような流れが出ると、より進行感が得られるかなというふうに思いました。はい、今のところは、ダディレダダあたり、サックスの G7 のところで C のフラットを吹いてるんですが、そこがもうちょっとスケールとかちゃんと把握すると、いいかな。響きが、ここはサックスの G7 なのでこっちので、まあでもアボイドとかではないですが、よりそっちが聞こえてるかなっていうのがすごい気になりました。続きいきましょう。悪くないし、本当に全体的によく吹けてると思うんですが、まあその流れの中でワンフレーズがどこまでなのかっていうのがいまいちこうその場その場で、まあ結構難しいんですがなってしまうことが多いように聞こえるので、そのフレーズの行き先とフレーズのなんていうか終わらせ方を、一言一言言い切るっていうようなトレーニングをしていくかなと いいかなというふうに思いました。これ喋りとかもそうなんですけどね、僕も喋っててちょ一言長くて伝わりづらいなって思うことあるので、自分も気をつけようと思います。ここのコードが2コーラスともやはり出ないので、ここの、F7 のところの、なんかこう進行感を出すトレーニングを2-5 でもいいですしとか、なんかこういうその、F に向かうドミナントすごい綺麗にテンションとかも使えてるので、それと同じように B フラットに行くテンションがボキャブラリーとしてあると多分ここがうまくいくかなっていうふうに思います。続きいきましょう。今のところは1回目のところでうまく出せなかった G7 が綺麗に出てたので、まあいいかな、すごい良かったんじゃないかなっていうふうに思います。途中で止めるのはもったいないかったんですけど、すごいビバップのリズムとビバップのハーモニーの進行の仕方とかすごいよく知ってて素晴らしいなと思います。ただったたでりだりでりれりだりでられりだりで、この5度と5度シャープというか6度フラットのマイナーのね流れとかとっても素晴らしいと思います。たくさん研究してると思います。ありがとうございました。やっぱり最後の方もそのドミナントで言い切ったところがどこだったのかがすごいボケるのぼやけてるように聞こえるので、ここでドミナント出しましたっていうのを例えば、どうだったかな、ちょっと戻ってみて、多分ねタディとドテでそこのところでドミナントはなんとなく出たかな出ないかなみたいな感じになっちゃったのかな。
あ、ちょっとこう、ずれ込んでるのかな、そこはファシャープ吹いちゃったりしてるので、まあ、だから、まあ、今だとすごい当たり前すぎるかもしれないけど、そういう感じの、なんかこう、ここで終わりました、ここでドミナントしてます、プラス一言でしたとか、文章になってるといいかなっていうふうに思いました。まあ、全体的にとってもよく吹けてると思うので、さらに次の段階に行くために、僕からアドバイスできることは、パッと聞いた総評としては2つあります。で、1つは、そうだな、まず乗り方、こういうファストのテンポに対する乗り方が結構こうトン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 って乗っちゃってるんだけど、そうじゃなくて、もっとたっぷり、ファストの時でやったら、まあ、2分音符とか全音符とかを中心に乗ってあげると、でその中をまるで16分音符を吹いてみたいに8分音符を吹くみたいな捉え方をすると、もっとリズムがたっぷりするかなっていうふうに思います。あと一つは、まあ、僕もすごい自分の録音聞いて結構やりになることいっぱいあるんですが、こう自分が吹いた音を最後まで聞くっていうことをするようにすると、今かかってるビブラートとか音の処理の仕方とかが果たして全部意識できてるのかっていうところが分かってくると思う。なんか聞いてて、そのもったいないビブラートそこって無意識のうちかけちゃってるんじゃないのかなっていうふうに聞こえるところがあるので、そこを意識して自分が吹きたいことは何なのかもう一回考えてみると、さらに上の、演奏に到達できるかなっていうふうに思います。引き続き頑張ってください。以上です。